これ裏切り兵おらんくない？おる？こん中に。あ、選択したらわかるか。あ、おらんよな。やっぱおらんわ。裏切り兵おんのはこいつだけやん。残ってんのこいつだけ？いや、違うな。ここに3体密集してるわ。ほら。じゃあ、リンク君とファイちゃんで、2人でやりますか。なんか、宝箱あるんやけど。宝箱あるんやけど、これどうした？あ、リンク君限定、いつの間に？いつの間にそんなん出てきた？なんかくしゃみ出そう。やばい。えいや！おー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 おお、すげえ。なんか、あんまり強くなさそう。痛くなさそうやな。そんなにやな。トリドボス倒したから制圧完了。あ、リンク君到着した。あー、到着した。いいね。ハートの器かかけらかなんかやろ。アイテムは全部揃ってるはず。あー、やっぱかけらか。オッケー。そういえば、コスチュームチェンジってどこでできんやろ。ギャラリーかな。どこおる裏切り兵って。この奥は？お前は？スタルマスターやったっけこいつ。なんだこいつ。お前、ウィークポイント出していいんか？おい！どっせい！もう、いつもちょっと耐えるなぁ。で、そこの左におるのは？お肉か。裏切り兵、どこ？これで見れるかな？ギラヘム、モリブリン、いっぱい。裏切り兵おるな。オッケーオッケー。そこの赤い丸ね。じゃあ、命令で、ファイちゃんを、こっちに、いや、遠くに出して、裏切り兵。で、自分が近くのやつ2体倒そう。自分が移動してる間に、じゃあ、自分が2体倒してる間に、ファイちゃんが遠くに移動してくれてるはずやから、とりあえず、お前の裏切り兵、倒しますよ。お前の裏切り兵ってどういうことや。お前を倒しますよ、やな。はーい。よし。なんか人を切るのがな、あんまりそういうの好きじゃないよね。どっちかといったらこう魔物とかそういうモンスターとかを倒すのはいいけど、人を切るのとかあんまり好きじゃないんだよな。とか言いながらバイオハザードは大好きやけど。OK 倒した。で、そっちにも裏切り兵いる。2体目やな。でもさ、これ、裏切りの指揮官を倒すって言ってるからさ、こいつが指揮官やったらもう裏切り兵なくなるんじゃん。知らんけど。ビークポーイト！人間どもの本拠地を狙うのだ。はあ、裏切り兵本拠地へ進軍開始。でもファイちゃんがそっちに向かってくれてるんで、そこにおるやろ。分かってんねんぞ。ウィークポイント出せ、ウィークポイント出せ。はい、ウィークポイント。はい、はよ、どこ行くのお前は。あれ、ファイの戦場分析により、お、え、もう倒したで。あとこいつだけやで、裏切り兵って。お前それ遅いわ、それやるの。てかこいつもうウィークポイント出す気ないし、こいつ。まあいいや、普通に倒そう。必殺技は、ああ、女神の剣で殴るって感じね。結構減るな。でこれ普通に X やって、これなんやろ。なんか自分が強化されてるのはなんとなくわかるけど、どのように強化されて何がどうなってんのかっていうのがわからんからさ。あ、ウィークポイント当たってないよ。当たったわ。オッケー倒した。レベル8。おい、めっちゃ上がってるやん。すべての裏切り兵撃破に成功。あれ、本人おらんかったけど、本人とか。あ、お前があれか、指揮官か。裏切り兵の指揮官。男性の砦。お、そこには、勇者がいるよ、勇者が。ちょうどいいところに俺おったな。まあいいや。裏切り指揮官。お前が、すべての元凶や。おい。とりあえず雑魚撃破。遠距離から失礼します。お、すげえ減る。 HP 減るね。遠距離から失礼します。で、ほいほいほい。で、空中に上げる、落とす、回転切りからの空中に上げる。強っ、リンク君強っ。オッケー、裏切れへんの指揮官撃破。結構数も減ったんちゃう。おい、勇者裏切るからやろ、お前。めっちゃおる。あれだもんね、神殿内部に行きましょう。近くに敵が全然いないから、ここら辺倒したら。
ここら辺に対してはもういなくなるから、ファイちゃんも一緒に神殿の中入って大丈夫っぽい。なんだこれは。お前は封印されし者か。そういえばゼルダムさんに思ったな。あの怪物は封印されし者、かつて世界を飲み込もうとした。ちょっと待って、くしゃみでそう。かつて飲み込もうとしたってことは、ファイちゃんはあれか、もう戦ってエンディング迎え、スカイウォードソードね、スカイウォードソードでエンディング迎えた後のあれなんかな。まあ、これ深く考え方がいいかな、ゼルダ無双は。単独で戦うのは危険、オカリナを使い味方と共にうんぬんかんぬんしましょう。封印されし者の近くに集結せよ。オッケー。え、うん、あれはパワフルピッチャーマシンや。まだスカイウォードソードの実況では出てきてないけど、パワフルピッチャーマシンでしょう。どこやろ、そこの砦かな。なんかすごい飛び方すごい飛び方、お前アンパンマンみたいな飛び方すんな。お前これか、きたー、パワフルピッチャーマシン。オッケー、これ使うんじゃね。ほら行ってきます。しょ、あ、原作通りやな、これは。じゃあ、リンクくんに変えていきましょう。リンクくんの方がレベルが圧倒的に高いんで。あ、ウィークポイント出てる。もう殴っていい感じ？え、HP めっちゃ減る、なんで？どうした？パワフルピッチャーマシーンのあれか？ウィークポイント、なんか見え、どう見えよ。カメラワーク変。オッケー。んで？うわ、その動き原作通りやな。ね、気持ち悪い、あの動き。足先を攻撃せ。おー、あー、これ潰れんのかな。あ、潰れた。あ、すげえ、これも原作通り。おいー、わーい、よし、ほい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 、いちょー、あと一個、お前のそのかかとを潰して、で、あ、ウィークポイント出んのか。それを先言え。はーい。一回で半分ぐらい減るな。よし。いい感じ。ちょー、そこで立ち上がるのか。その動きよ。この動きが封印されし者やな。懐かしい。よし。なんで、なんで、よ、ウィークポイント削れよ。全然減ってないやん。そんなもんなか、封印されし者って。こんな強かったっけ？あれ、これ使われへんの？攻撃を行いやろ、これじゃないの。あれ、いけんのかい。パワフルピッチャーマシン行ってこーい。いいね、この音。いや、このテレ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 ンが一番好きかもしらん。オルゴールっていうんかな、あれは。わからんけど。もうこれで死ぬんじゃね。あ、ほら、HP 減ってる。ほいほいほい。あ、倒した。じゃあ、あとはもうギラヒム倒すだけっぽいね。すんごいでかい。死に方は原作通りなのか、違うんかい。あのシューンってやつじゃないんか。なんか語彙力死んでるけど。お、モリブリン撃破したやつおるぞ。あそこ本拠地がちょっと怖いんで、ファイちゃん本拠地に戻しましょう。味方本拠地防衛頼む。で、あー、間違えて使ってもうたー。まあいいや、そこの扉が開いたんで、そこの扉っていうか、あの右上のマップ見てもらったら分かると思うけど、その砦の扉開いたんで、ここを制圧するか。おーい、お肉が嫌いなよね、俺は。とりあえずウィークポイント出る。なんで出やんねん。ほい、これがバック中が楽しい。ほい、ほら、このフレーム回避みたいな、モンハンのフレーム回避みたいな。ほい、なんやお前。ほい、ウィークポイント出してくれる。これ出すっけ。出さんのかーい。これ爆弾で出ても間に合わんのよね、普通に。ほいほいほい。これ爆弾で出るけど、これ、出る前から出しとかな、間に合わんからな、正直。で、ウィークポイントで死んでもらいましょう。まあ、耐えるよな。お前 HP 高いな。さすが。
さすがお肉くん。痛ーい。ウィークポーイントの前に死んでもだわ。まあいいや。よし。じゃあ、ここを制圧しよう。神殿東の部屋。なんか、言い方変やったけど。神殿東？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 どっちでもいいわ。読み方が合ってたらいいや。イントネーションはどうでもいい。イントネーションっていうのは、関西関東によって変わるからな。主に関西弁と、関東弁って言わんな。標準語か。まあ、結構違うからな、そのイントネーションの差っていうのがね。で、死んでもらいましょう。オッケー。制圧完了。ほんでから、このまっすぐか。ここも拠点か。はい。本拠地さ、扉閉めるのすごくね、お前ら。敵本拠地、敵本拠地、扉閉めるのすごくね。俺も扉閉めたいって、本拠地。だって、落とされたらもうゲームオーバーやから。あ、もうボス出現中。おいおいからの、おい味方本拠地へ進軍開始。めっちゃおるやん。デクババさんは弓矢でよろしい。どうしよう。お前らか。なんだ突撃兵。まじ、突撃兵が味方本拠地に入ってきたらしい。めっちゃおるー。お肉倒せ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 。お肉、お肉、お肉、お肉。はい、回避。オッケー。お肉、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 お肉。あ、ちなみに、モリブリのことなんでお肉って言ってるかっていうのは後々わかる。ほい、ほい。ほい、あーい。ほい、回避。危ねえ。よーし、味方本拠地は大体大丈夫っぽいね。リンクくんに変えて、なんか、リンクがなんか、めっちゃ出張してきてるけど、まあ、なんとかなるやろ。で、あ、ギラヒム倒しても勝ちやろ。さすがに。どこや？いたー。お肉もいっぱいおるしなー。ムービーはカットで。何度も何度も邪魔しやがって、今度こそ地獄に立てきる。来た、これウィークポイント出るやろ。おい、ちょ、もう、注目が違う。ディラヒムに注目したい。じゃ、変な意味じゃないよ。行ってこい！ウィークポイント削って、近く行こう。ウィークポイントシュマッシュ出るでしょう。ほいやー！あ、結構減るね。もう半分ぐらい減ってる。いいね。まあ、雑魚がいながら、こんだけ倒したらいいんじゃね？適当やけど。敵の本拠地制圧したいのはどうせ宝箱とか出てきそうな気がする。ちょ、お前はスタルバスターは、それはもうあれやろ、ウィークポイント取れるやろ。オッケー、倒せ。オッケー。あれ、スカルバスターは HP 低いからね、体感的にやけど。で、トリデボス出やんの、トリデボス出やんの。待って、それウィークポイント出るよな。あー、もったいない。削り切りたかった。ほい。あ、敵の本拠地落ちひん。ほら、あれ以上ゲージがいかん。はーい。よし。これでもう終わったやろ。お前、しぶといな。これで終わりだ。さよなら。オッケー。あー、楽しい。ゼルダもそう、楽しい。かっこいい。封印されし者の石柱。ゴールドレアっていいんかな。一番上プラチナっぽいけど。で、さっき地味に言ってた、モリブリンのお肉っていうのは、じゃあ言ってもたわ。これ、モリブリンのこといつも俺、スカイオードソードの頃からずっとお肉お肉言ってるけど、これが元ネタやから、モリブリンのお肉ってあるから。だからお肉っていつも言ってる。どうでもいいけど。あ、これはファイちゃんの太もも。オーケー、スカイオード戦、スカイオード戦終了ですね。スカイオード戦って言わんかった今。多分、それ、そう聞こえた人は、多分ちょっと耳がおかしいから、病院行った方がいいね。で、次は時のオカリナ編やね。多分あれやな、時のオカリナ編がシークとインパなんで、あれやな、シークの正体がわかるはずかな。そういえば、トワイライトプリンセス編が終わったらさ、ラナちゃんの二つ目茶は、魔導書の武器の第二段階。魔導書の魔導書やったっけ、封印の魔導書やったっけ、覚えてないけど。出てきたけど、リンク君のあの、釣りの剣が出てきてない気がするけど。気のせい？ジャンク屋で武器合成で見てみると、騎士の剣だけやもんな。これ以上強いやつ出てこやんのか。まあ、マスターソード途中でゲットできるからいっか。